はい、どうもこんにちは。ストリートで散々行きがってたのに、いざ走りましょうってなると黙っちゃうやつ。カス。はい、カタリア。はい、という感じで、どうもユータです。本日は、前回、運転席のドアガラスの軽量化して、で、目標としては1300キロフラットとか行きたいんですよね。まあできれば1200キロ台入れたいんですけど、なかなか現実的ではないんで。で、まだ残ってるとこがね、グローブボックスとこのセンターコンソールで、ちょっといらない配線類がまだ少しあるので、その辺をちょっと撤去して、どれぐらい軽くなるか、10キロはいかないと思うんだけど。で、ただね、僕いつもセンターコンソールとグローブボックス満載にして走ってたんですよね。もう荷物出すと全部もうぐちゃぐちゃになっちゃうんで、もうそのまま走ってたんで、その重量も入れると結構いい重さになるんじゃないかなと思うんで、ちょっともう真のドン柄にします。で、あとなんか配線が、配線って言ってもエアバッグばっかり、エアバッグちょっと取るわけにはいかないんで、ちょっともうなかなか外せる配線って限られてるんですけど、もうやるとこないぐらいまでやってやろうかなと思います。まあ、グローブボックスでしょ。まあ、こんな感じでね、結構重そうなの。これ1キロぐらいあるんじゃない？結構ね、入ってて。で、この中もね、結構、重いんで、これも重いっしょ、割と。これも。はい。で、この配線、結構太いんで、はい。この黄色いのも邪魔なんだよね。この辺はまあもう電気使えなくなっちゃうんですけど、これもちょっとなんか、よくわかんない。なんかオートワイパーの雨の検知なのかわかんないけど、そういうやつと、まあ、ついてるんで。で、その辺の先っちょのはもうついてないんで、この配線がどのぐらいの重さになるか、もうそういうところですよね。はい。とりあえず、グロボを外していこうと思います。これごと外したい。ここになんかネジあるんで、多分これだと思うんすけど、いや、何キロ軽くなっから、マジで。ほんとなんか全然やれることあったよね。まだ去年ももっと軽くできたよね。今年やんないで、去年やっときゃよかった。やれることは本当に、やれることは本当やっといた方がいいなっていう最近思うんで、ちょっとね、言い訳したくないんでね、タイム。これそうじゃん。あ、でもここになんかあったっけ、あったっけ、なんかあったっけな。
ズになっちゃいそう。割れちゃう、割れちゃう、割れない、割れない。あーやっぱりやった。あー俺は知ってるんだよ、もう何でも知ってるから、もう何でも聞いて。私なだもせたろう、ぼやびのこと。電気だねこれ、ライトが、ライトとあとこれクリップだね。こんなもんか。おーおーおお、ノックアンプだこれ。ノッキングセン、ノックセンサー。重量をね、後で全部ちょっと測ろうと思います。うわ、これ結構重いぞ。うわ、よし、じゃあセンターコンソールいきますか。ここにね、ネジが2個あって、肘掛けに思いっきり体重かけたりするからもう中が割れてますね。でどうやって取んだっけな、これも、これこれ、そうそう、これはスパッと取れて、あとここだ、ここにあんのよ。あと SI ドライブ、僕ね、S シャープとか、あのデフとかいじんないですよね、サーキットで。どうしようかな。もうこれごと取っちゃう。いらないっちゃいらないんで。これ配線どっかについてるよね。これか。これがシガーソケットで、これが SI ドライブなんですよ。で、これ一緒に取るとこいつがついてきちゃうんで、ちょっとこいつを配線抜いちゃいたいなっていうので、違うやつやっちゃった、やべ。
違えちゃった。大丈夫かな、戻ってこねえし。コネクターピン外し買った方がいいねこれ。まあでもこんな使うことないからね、車屋でもないし。よし、これで取れたね。よしよし。これは今こんな感じで取れたんで、はい。あとはシフトを取っていかないといけないのよね。これだけじゃ取れねえのかな。あれ？これどうやって飛んだっけ？どうやって飛んだっけ？これって。STI が光るだけ、そんな洒落たもんいらないんすよ。いらないよ、何これ。え？何がついてる？ちょっと、私こんなのいらないって。こんなのいらないよ、私。あとここにネジがあって。ここにもネジがあって、ここにもあって、ここにもある。これで取れちゃうか。お、取れるね。よしよしよし、よし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 、いい子だ。よし、お嬢ちゃん。ほんでこれなんかシフトのカバーなんか守ってるっぽいんだけど、どういう意図なんだろうか。これはどういうガードなんだろう。よし、さて、いやん、いやん、よし。これはこれで意外と重い。うわ、これお掃除しないとダメじゃん。汚ねー。これも抜けそうだね。あ、これも取れた。ここにまだあれがいるよ。なんだっけ、だね、これ掃除機だ、掃除機。はい、でちょっと今 SI ドライブをつけてみたんですけど、こんな感じでね、ここにステーがあって、こういう感じで止めてます。こんな感じでバッチリでございます。はい、で大体もうまあ取るもん取ったんで、でここになんかこの
これ多分ナビの裏にブスって刺すやつ、これアンテナだと思うんですよね、これ多分。でこれアンテナの線ずっとピラー伝ってってるんで、ちょっとこいつも撤去しようと思います。本当はな、このエアバッグモジュールとか取りたいんだけどね、なんかちょっと配線をねごまかすのが相当めんどくさいらしいんで、ちょっとそれはなしかな。そしたらこの配線全部きれいなんだけどな。はい、今抜いてこれです。これが多分アンテナなんですよね。でこれが後ろまでつながってるんで、こういう感じでつながってるんで取っちゃいましょう。ここまで取ったはいいんですけど、これの、今ここにアンテナの配線あったんですけど、それにこれがついてて、多分アンテナの配線っていうのはこっちから電源を取ってたと思うんですよね。電気が来てたと思うんで、はい、アンテナのこっちからこっちに入力がされてるわけじゃないと思うんで、エアバッグの配線も入ってるん でエアバッグがそれでついちゃうとかないとは思うんですけど、こっちから逆にアンテナの方に行ってたと思うんで、これ外しても大丈夫だと思うんですけど、やっぱ今時の車はね、こうやって配線取るとチェックランプとかつくんで、まあ多分大丈夫だと思うんですが、もうここだけになったので、ちょっとこれ緩めてみて、ここに挟まってるだけだと思うんでやってみます。ちょっとなんか外しても取れなさそうだったんで、ここにカプラーあったんで、この辺にちょっともう忍ばせておこうと思います。はい、多分 FM とかのアンテナが取れました。はい、かなりすっきりしました。ノックアンプもね、ちょっと両面テープだけだとちょっとね、俺の走りに絶対耐えきれないんで、ちょっと見栄えは悪いんですけど、結束バンドで止めて、で配線類も取れるやつは取ったんで、こっちが助手席側は、はい、あと運転席の方か。はい、そしたらね、軽量化終わりました。配線カプラーごと抜いて、でまあこのピラーずっと来て、この辺ももう全部なくなっちゃいました。これ ETC の配線なんで、でこっちはデジタルミラーの、バックカメラにもなるやつのミラーの配線しかないんで、はい、という感じで、こんな感じで向こうのピラーももう何も配線ないっす。はい、純正配線がもう全くなくなりました。電気もなくなっちゃったんで、ここだけは唯一取ってたんですけど、もう配線取っちゃうと使えないんで、なんか磁石でつく天井に貼っつけられるボタン式の電気でもちょっとアストロで買ってこようかなっていう感じですね。はいはい、上のやつもカバーを取るとカムラになってます。でフロアももうこんな感じで、はい、だいぶちょっとどんがら感は出てきました。まあエアコンはねまだ残してるから、ダッシュらへんはまあこのままにするつもりだけど、本当エアコンもなしになったらね、もうダッシュも全部取って、カーボンの板自分で持ってきてくっつけてみたいなね、そんなのもありかな。こんな感じでミッションの音がいいでしょ、これ。って感じで、それシーケンシャルやん。はい、
そんな感じでちょっとあの気になる重量を測っていきましょうか。運転席側の取った配線はこちら。結構太いからね、これ結構重いんじゃない。であとはこのグローボックスタッチコンソールと、これがどれぐらい軽くなってるか、これで全部です、今回の軽量化は。まず配線から測っていきます。 0.30。 これいけるか。これも 0.3 だな。0.35 だな。0.35。これは？0.10。0.10。あとはこれちょっと測りにくいね。一気に測れるのがあれば。これちょっときついな。0.55。 で、あとこいつだ。こいついつも中身入れたまんまなんで、中身入れたまんま測ります。3キロあるよ。3キロあります。3.75。 すごい重いね。で、残りこいつら。ちょっとでいいから耐えてくれ。 0.65 合ってる。本当に合ってる。あ、 0.75 だ。 0.75 です。ちょっと中身抜いてみたバージョン。あ、約8.5 か。1キロ近くは入ってんだね。1キロないぐらい中に。こっちもほぼ抜いてあります。2.45。
3点いくつあったよね、多分。まあ中身荷物だけで2キロぐらいはあるかもしれないってことか。はい、でちょっと何キロかわかんないんで、計算します、足してみます。作業が全部終わって、まず重さが、8.8 キロマイナスでした。荷物も入ってる状態でね。で、なんで荷物も入れてるかっていうと、重量測るときとかサーキット走るとき、そこのコンソールとグローブボックスだけはいつも入ってたので、はい、その重さが全部合わせると 8.8。で、荷物を抜いた重さは、2.1 キロぐらい荷物だったんで、6.6 とか 6.5 キロぐらいですね。はい。そんな感じの軽量化になってます。ほんとすっきりしちゃって。で、グローブボックスとかコンソールに入ってたやつは、ここに、ちっちゃいバッグを買って入れてます。はい、そんな感じですね。いやー、ほんとすっきりしちゃって、はい、最高です。多分ね、去年よりこれでも30キロはいってないか、25、6キロは軽量化になってるんで、で、まあいろいろまだ少し軽量化するところがあるんで、まあ1300フラットはいかないかもしれないけど、まあ去年より30キロぐらい軽くなったら嬉しいよねっていう感じです。はい、そんな感じで以上になります。